70代ファンが熱狂。ナンバーアイのライブで見せた驚きの光景将軍の優しささく裂小さなファンとの感動の交流シーン有明の夜星空の下で行われたナンバーアイの最終公演は多くのファンにとって感動的な瞬間となりましたこの特別な夜会場は涙と笑顔に包まれまるで魔法がかかったかのように輝いていました ナンバーアイのファンである i l ルワイズたちが一体となりその熱気は有明の空まで届くかのようでした公演は最初から最後まで観客を引き込む素晴らしい演出で進みました特にメンバーがファンとの距離を感じさせないパフォーマンスは多くの人々の心に深く刻まれました70代のシニア i l ルワイズたちも参加し若いファンと一緒に楽しんでいました 彼らは年齢を超えた友情と情熱を共有し、ナンバーアイへの愛情を再確認する機会となりました。ある70代のファンは、コンサートに行けるかな交通機関もわかりやすいので、ぜひ行きたいです、と期待に胸を膨らませていました。彼らの中には、初めてコンサートに参加する人も多く、その興奮と喜びはひとしおでした。 公演中ステージ上でのメンバーのやり取りはまるで家族のように温かく観客との絆を感じさせました特に翔くんが小さな子どもに話しかけるシーンは多くの観客を感動させました彼がステージから降りて直接ファンと触れ合う姿は彼の人間性と優しさを示すものでしたまたメンバーが披露した新曲やパフォーマンスは 一一つ一つが観客を魅了しました特に b e し o n に y o u r s i d e のパフォーマンスは観客にとって特別な瞬間となりましたこの曲は災害に見舞われた人々やさまざまな困難に直面している人々に向けた応援歌として知られています No.I のメンバーが作詞に関わったこの曲は多くのファンに希望と勇気を与えましたライブの最後には 重大発表がありましたナンバーアイのフルアルバムがリリースされそのリード曲は神宮寺くんがプロデュースしたものであることが明かされましたこの発表に会場は大歓声に包まれファンの期待感は最高潮に達しましたまたライブ中に歌詞を間違えてしまった翔くんに対してガンくんが伝わってますよとフォローするシーンもありメンバー同士の信頼関係と絆を感じさせました さらに、ダブルアンコールでは「b e o n y o u r s i d e が再び披露され会場全体が一体となって歌う感動的なフィナーレとなりましたこの曲は多くのファンにとって特別な意味を持っており災害に苦しむ人々へのチャリティーソングとしても知られています No.I の曲はその力強いメッセージと美しいメロディーで多くの人々に勇気と希望を与えています このライブに参加した多くのファンがナンバーアイの音楽とメンバーの魅力に心を打たれました特にシニアアイエルワイズたちはその年齢を超えた情熱と愛情で若いファンたちと一緒に楽しむことができましたある70代のファンは「人生最後まで応援していきたい」と語りその決意と情熱が感じられました「将軍の「死ぬなよ」という言葉は 多くのファンにとって励ましとなりこれからもナンバーアイを応援し続ける決意を新たにさせましたまたライブに参加できなかったファンたちもインターネットを通じてライブの様子を共有しその感動を共有しました彼らはライブ映像を見ながら自分たちもその場にいるかのような気持ちになりナンバーアイの音楽とメッセージを楽しんでいましたナンバーアイの曲は、 その美しいメロディーと力強い歌詞で多くの人々の心に深く刻まれていますこのライブはナンバーアイの音楽が持つ力を再確認する機会となりました彼らの音楽は人々をつなげ希望と勇気を与える力を持っていますこれからもナンバーアイの音楽が多くの人々の心に響き続けることを願っていますそして彼らの音楽が 困難に立ち向かう人々の背中を押し希望の光を灯し続けることを期待していますナンバーアイのライブはただの音楽イベントではありませんそれはファンとアーティストが一体となり共に感動を共有する特別な瞬間ですこの感動が多くの人々の心に深く刻まれこれからも続いていくことを願っていますナンバーアイの音楽が これからも多くの人々に愛され続けることを信じていますそして次のライブで再びファンと一緒に素晴らしい瞬間を共有できることを楽しみにしていますナンバーアイの音楽は私たちにとって特別なものでありそのメッセージは心に深く響きますこれからも彼らの音楽を応援し続けその素晴らしさを多くの人々に伝えていきたいと思います ナンバーアイの音楽がこれからも多くの人々の心に希望と勇気を与え続けることを願っていますそして彼らの音楽が私たちの人生に彩りを与え共に歩んでいけることを信じていますこの有明公演は多くのファンにとって忘れられない瞬間となりましたナンバーアイの音楽とパフォーマンスは多くの人々の心に深く刻まれ その感動はこれからも続いていくことでしょうナンバーアイの音楽が多くの人々に愛され続け彼らのメッセージが広がっていくことを願っていますそして次のライブで再びファンと一緒に感動を共有できることを楽しみにしていますナンバーアイの有明公演は多くのファンにとって生涯忘れられない特別な瞬間でした彼らの音楽とパフォーマンスは まるで魔法のように観客の心をつかみ終わりのない感動を与えましたライブの中で披露された曲一つ一つがファンにとっての宝物となりその思い出が心に深く刻まれました特にシニア・イエル・ワイズたちにとってこの公演は若い世代と一緒に楽しむ貴重な機会でした彼らは年齢に関係なくナンバーアイの音楽を楽しみ互いに励まし合う姿は感動的でした 翔くんが小さな子供と交流するシーンや、騎士くんが優しくフォローするシーンは、メンバーの人間性を強く感じさせました。ナンバーアイのメンバーは、ただのパフォーマーではなく、ファンとの絆を大切にする存在です。ライブ中の一瞬一瞬が、彼らの真摯な姿勢とファンへの感謝の気持ちを伝えていました。 このような温かい交流がナンバーアイの音楽をさらに特別なものにしています重大発表で明かされた新アルバムのリリースはファンにとって大きな喜びでした特に神宮寺くんがプロデュースしたリード曲の発表に会場は歓声と拍手に包まれました新しい音楽がどのようなものであるのかファンは期待に胸を膨らませていますナンバーアイの音楽は これままでも多くの人々に感動と勇気を与えてきました。新しいアルバムもその素晴らしい伝統を引き継ぎ多くのファンの心に響くことでしょうまたダブルアンコールで披露された「BeyondYourSide」はライブのクライマックスとして完璧な選曲でしたこの曲は災害に見舞われた人々や困難に直面している人々への応援歌として 多くのファンにとって特別な意味を持っていますナンバーアイのメンバーが作詞に関わったこの曲はまさに彼らの真心を表現したものですこの曲が持つ力強いメッセージと美しいメロディーはファンの心に深く響き忘れられない感動を与えましたナンバーアイのライブはただの音楽イベントではなくファンとアーティストが一体となる特別な体験ですこの体験が、 多くくのののの人人々の心にに深く刻まれ、彼らの人生を豊かにするのです。るでライブに参加した多くのファンがその感動を共有し互いに励まし合う姿はまさにナンバーアイの音楽の持つ力を証明していますこれからもナンバーアイの音楽が多くの人々に愛され続けその素晴らしいメッセージが広がっていくことを願っていますライブに参加できなかったファンたちも インターネットを通じてその感動を共有し一体感を感じることができました。彼らはライブ映像を見ながら自分たちもその場にいるか。